ラスクレア様、今晩の会議はいかがなさいますか。お疲れでしたら明日にいたしますが。今晩で構わないわ。皆の意見を聞くのも私の務めですから。ライジェル様。ああ、またロードに呼び出されたのでしょう。そう。レスペにこんな気持ち初めてさ、僕にこんな感じを Keep me surprise。 そう永遠じゃない、大切な右折な、その笑顔を守りたい。 So why does everybody hurt each other。 そんな手を伸ばしてくれたら、 We can be the journey less。 僕は負けはしない。Breaking down。セーラ・ジェ・ロイヤード、ロードの命を受け参りました。セーラ、あなたは以前人間界で貴族らしきものと遭遇したと報告したが、それは誤りだったとか。ギュシュテル様はどちらに。ローにいるわ。虚偽の報告をした疑いで。実際のところはどうなのか報告なさい。お話できません。いいわ、あなたの心に直接聞かせてもらう。あなたは棺の中身、あの男に会ったわね。話した方が身のためよ。セーラー、セーラーは無実です。俺も貴族には会いませんでした。会ったのは改造人間と怪しい金髪の男だけです。何？正体は分かりませんが、その男は人間とは思えないほどの力を持っていました。セーラとレジスは彼らと何らかの関係があったようです。ロード、これ以上セーラが。セーラ、その者たちが何であろうと私の命に背き沈黙を貫いた罪は重い。カリアス、セーラをローへ入れなさい。承知しました。ラザク、あなたは先ほどの話をもとにゲシテルに尋問を。は。私は父ほど甘くない。ルケドニアの秩序は私が守る。セーラたちが心配か。当然だ。そう気をもんでも仕方がないだろう。そうは言ってもな。彼らは残してきて大丈夫だったのか。僕らがいない間にユニオンに動きがあったら。問題ない。手は打ってきた。これはディーか。いや、お前たち専用に作った能力を向上させる薬、T2 だ。 T2? どうして急にこんなものを。マスターと私はしばらくここを離れることになった。
だからいざという時の保険にな。離れるってまさかセイラの件で。俺たちは行かなくていいのか。ああ、何も心配はいらないさ。さてそろそろかな。あ、なんだ。ルケドニア上空に入ったらしい。そろそろ降りるぞ。マスター、お支度を。降りるってこの辺りに滑走路があったか。いや、突っ込む。まったく、何がどうなってるんだ。家主が二人も牢屋入りなんて異常事態だぞ。ロードはゲシュテル様とセイラがあの謀反人に会ったと確信しているようでしたね。その上で事実を隠している。二人とも敵についたということかしら。バカを言うな。ゲシュテル様がロードを裏切るなどありえん。それはセイラも同じだろ。ロードとゲシュテル様両方を立てた結果、あんな無茶をする羽目になったんだ。ラザク、ゲシュテル様は何と。まあそうでしょうね。ロードはどうされているんですか。私室におられる。執務に集中したいと人払いされた。心配ですね。ロードといえどこの状況に心乱れないわけはないでしょう。昔からゲシュテル様のことを信頼なさっておいででしたから。そうだな。入れ。ご報告があります。先ほど人間界のものとみられるジェット機がルケドニア近海に墜落しました。乗員は確認できておりません。残骸があるのみです。わかりました。すぐに向かいますので騎士団を集めてください。はっ。このタイミングで墜落事故か。問題続きだな。まずは中央騎士団を向かわせましょう。詳細が分かり次第ロードにご報告を。まさか飛行機から飛び降りるとは思わなかった。楽しんでもらえたようで何よりだ。待て。まずい。この先は禁断の地だ。禁断の地。ああ、先代のロードが立ち入りを禁じた場所と聞いている。ロードか。中央騎士団もこの辺りを巡回しているはずだ。見つかればただでは済まないぞ。引き返した方が。 おい。あれは。お帰りなさいませ、マスター。この木は。レジス、お前はここに残りなさい。ああ。この凄まじいオーラは一体。あれは世の終末と呼ばれた剣、ロードのソウルウェポン、ラグナロク。厄介なものを置いていかれたようだな。俺たちはこの足跡をたどって侵入者を追う。お前たちはルディス様に報告を。はっ。やるしかないか。なぜこのような。
殺さないよう手加減するのはきつい。シュン！ヤッホー！グッドタイミング！誰だ？いい質問だね。俺たちは RK4。あるお方のための騎士さ。紹介しよう。ナンバー4。ナンバー2。そして最後にナンバー1参上。お前たち、なぜ助けに来たぴょん。ナンバースリー。なぜこいつらが。これはどういうことだ。その、飛行機に潜り込んでいたらしい。やべえ！いや、墜落した時は正直死ぬかと思いましたけどね。なんとか合流できてよかったです。今月の給料が振り込まれていたからな。仕事をしないわけにはいくまい。無茶なこと。構わないだろう。空き部屋ならたくさんある。今ゲシュテルとセイラは窮地に立たされている。おそらく私をかばったためだろう。かばった？私は貴族に追われている身だ。先代ロードを死に追いやった疑いで。ロードって？貴族の王とでも言うべきお方だ。謀反にあって亡くなられたと聞いている。その謀反を起こしたのがあなただというのですか？いい加減教えてもらっていいか。あんたは何者なんだ？レジスと同じノブレスってことでいいんだよな？前にも言ったな。それは正解であり不正解だと。ノブレスとは不特定多数の貴族ではない。貴族の中でも特別な役割を持った唯一無二の尊き存在。それがノブレス、ライジェル様だ。つまりあんたはそのノブレスでありながら王を殺した大罪人ってわけか。大体わかった。それで俺たちは何をすればいい？滞在人に手を貸すのか？俺はあんたに恩がある。重要なのはそれだけだ。ああ、その通りだ。なんたって僕らは RK4 ライジェルナイトなんだから。おじい様はあなたを守った。ならば僕もあなたを信じてお守りします。ランデグル家の次期家主として。お前、フランケンシュタインが来て少し変わったね。家族ができてよかっただろう。あれは家族と言えるものでしょうか？何十年も一緒にいて冷たいやつだ。いいじゃないか、家族で共に過ごす時間もたっぷりある。私なんか日々執務に追われ、可愛い娘の成長を見ている暇もないんだぞ。この時間をそちらに当てられては。つれないな。お前のことだって家族同然に可愛がっているというのに。存じております。やっぱり変わったな。そのように他者と関わりを持つというのは良いことだ。きっとお前の世界も広がっていくだろう。そうでしょうか。ノブレスは孤独でいるものなどと凝り固まっていてはもったいない。未来は何が起きるかわからないのだから。未来ねえ、ライジェル、お前ロードになってみる気はないか？私はこれから聖地に向かう。聖地に？聖地があるのはロードの城、いわば敵陣の中心ですが。分かっている。お心を決められたのですね。ああ、彼女に会わなければ。侵入者捕らえようと交戦しましたが、禁断の地に逃げ込まれました。相手は改造人間3名と貴族レジス系ランデグルだったと。何ですって？
レジスまでもが敵に回るとはね。まだそうと決まったわけじゃないだろう。決まったも同然よ。ロード、中央騎士団に手を出したのがその証拠。日本で関わったという金髪の男はおそらくライジェルの配下のものでしょう。レジスとライジェルはつながっている。加えて禁断の地にはライジェルの屋敷がある。レリス、騎士団を撤収させなさい。彼らの手には負えないわ。かしこまりました。レリスが反旗を翻した。これでゲシュテルの裏切りも証明されたということになる。相応の罰を与えなければ。まさか強制移民を。お待ちください。ここにいる家主は皆あの方に育てていただいたようなものを。殺してはなりません。ケイ、俺もケイに半分賛成ですよ。あの方は考えなしに行動を起こす人じゃないでしょう。私も同感です。ゲシュテル様のことはロードも信頼されていたはずではないですか。信じた者がバカを見るのよ。わかったわ。そこまで言うなら彼自身に選ばせましょう。確かにお預かりしました。執務にもだいぶ慣れてまいりましたな。先生の指導の賜物よ。もったいないお言葉です。これからロードの元へ参りますが、何か伝言はございますかな。そうね、お忙しいでしょうからお体に気をつけてと伝えて。かしこまりました。しかし息抜きがお上手なお方です。そう心配することもありますまい。今日もライジェル様をお呼びになっているそうですしな。そう、とても信頼なさっているのね。寂しさを感じるなんてどうかしてる。次期ロードとしてお父様を支えられるのは私だけなのだから、今はただひたすら職務に励もう。え、ロードが？はい、ラスクレア様のお仕事ぶりを耳にされ、大層喜んでおられました。本当に？私がラスクレア様に嘘を申したことがありましたか？いいえ、ないわ。少しお父様とお話ししたいのだけど、今はどちらにいらっしゃるのかしら。先ほど中庭でお見受けしましたが。ありがとう、ゲシュテル。ライジェル、お前ロードになってみる気はないか。脇目も振らず頑張ってきたつもりだった。ロードにふさわしいように、お父様に恥ずかしくないようにと、ただひたすらに。それなのにどうして、どうしてお父様は私よりあの人を選ぶの。ロード、自らこんな場所にいらっしゃるなんて。ライジェル一味と思われる侵入者が現れた。あなたの裏切りも証明されたわ。ロード、お話が。あなたの話は聞いていない。私が知りたいのは、あなたが嘘を認めるかどうか。あの男と私、どちらを選ぶのかということ。今からでも本当のことを話すなら、命だけは助けてあげるわ。答えなさい。あなたは誰に会った？私が会ったのはカディス・エトラマでライジェル様です。正直に言ってくれてありがとう、ゲシュテル。いいえ。
真実をお話ししたのは命を惜しんだからではありません。私は罪を犯しました。老いぼれの命一つで償えるものではありませんが、ロードとしてどうかこの罪人を罰してください。ゲシュテル系ランデグルに対し家主の職位剥奪及び強制永眠を命じる。そんな、ロード、ラザク、カリアス、侵入者はカディス・エトラマ・デ・ライジェルとその一味、レジスを含め全員私の前にひざまずかせよ。は、あの男だけは許さない。私がこの手で裁きを下す。この状況をどう思う？謀反人が現れた上にゲシュテル様を強制永眠などにしたら、ルケドニアは間違いなく荒れるぞ。忠誠を尽くすべきはロードただ一人。我々はその命令に従うのみだ。分かってる。なんだと？ロードの命令だ。ゲシュテル様を強制永眠に処すと。バカな！一体何が起きてるんだ？